はいはい、皆様こんばんは、小田誠です。皆様本日はいかがお過ごしでしたでしょうか。というわけでですね、これね、来ましたよ、ついにボックスのですね、待望のですよ、ボックスのこのセカンドジェネレーションですね。バルブエナジーセカンドシリーズ、セカンドジェネレーションとか言っちゃいましたけど、セカンド、あれ俺でもセカンドジェネレーションで前回紹介した気がするな。前回1月ぐらいですね、1月ぐらいにですね取り上げさせていただいたと思うんですけれども、そうですね、多分ですね、こちらですね、バルブエナジーのセカンドシリーズということでですね、なんか個人的にはこっちが本命なんじゃないんかなって。今まではですね、まあ、アンプモデルみたいな方で出てましたよね。そのマーシャルと、何でした、ボックスと、あとまあレクチーみたいなやつでしたっけ、ちょっと覚えてないですけれど、そんな感じじゃないんですけれども、今回はですねエフェクトに特化した感じなんですよ。でもこっちの方がその聞いた感、まあ聞いてないですけども、その説明を読んだ感じですね、良さそうな気がするんですよ。これですね、YouTube の特性を最大限に生かしてですね、何々系とカテゴライズさせないペダルシリーズということなんですけれども、何々系とカテゴライズされないと、何々系とカテゴライズされないのにですね、これ見てください、これ TSK とした TSK、 あでも違いますね、 TSK をはじめとした多くのドライブと比較しても圧倒的にバイオン成分があると、いきなり飛びましたけれども、今パッと目が入ったんでパッと目が入ってパッと拾ったんですけれども、まあね、ここで TSK と比べるっていうですね、まあそういうところはいいんですよ、そういうところはいいんですけれども、どこ何系とですねカテゴライズさせないペダルシリーズということでですね、まあボックスってですね、基本的にいいもんばっかなんで、これも絶対いいんですよね。で、真空管アンプのレスポンスが得られるペダルシリーズとして、好評を博したでいいんですかね、バルブエナジー、このシリーズに4種類の新たなモデルがラインナップされますということでですね、まあ、前回紹介させていただいたんですよ、細かく紹介させていただいたのかな、させていただいたんですけれども、なんでですね、今回軽く触れていくということでですね、自分が所有する機材に真空管のニュアンスを加えるエフェクターをテーマにということでですね、これね、今の時代ってどちらかというと、これこそがエフェクターの持つべきものな気がするんですよ、私は。どちらかというと、レコーディングもプラグインが主流になってきましてですね、そんな中ですね、よりこう、チューブらしさというかですね、ふくよかさっていうのがやっぱりですね、なくなるんですよ、バイオン成分の感じのふくよかさ。バイオンは出てるんですよ、でもバイオン出すぎてシャーシャーシャーになって聞こえるみたいなプラグインとかもですね、まあ、ニューラル DSP とかもそうなんですけれども、そういうものがですね、多くなってきました。そんな中ですね、よりこう、チューブのニュアンスを加えたいみたいな時に、使えるエフェクターとしては、いいんじゃないのかなって。今思いつきですけれども、っていう選択肢で今ありやなと思ってですね。まあね、そのエンプレスのバッファーとかも私つないでですね、そこで若干こう、ハイファイさを削って、よりこう、なんていうんですか、音を立体的にしてはいるけれども、まあ、そうですね、いいはいいんですけれども、やっぱちょっと気休めの段階なのかな、こういうのに比べるとそうなっちゃうのかもしれないですね。でも代わりのものがなくて、まあとりあえずそれを使ってるんですけれども、まあ別に買える気もないっちゃないですし、まあ高い買い物ですしね、そんな音が微妙にしか変わんないもので2万5000円ぐらいでしたっけ、払ってるわけで。でまあ別にこっから脱落しようが、ペダルボードに入れてジャンクションボックス兼バッファーとして使えるっていうのもいいんですけれども、まあ今はちょっとレコーディングメインでですね、あとチューナーを直接つなぎたくないっていうのがございまして、まあチューナーアウトがついてるので、それメイン、それもいいですね。それも使ってるって感じですね。チューナーってね、あんま つなぎたくないんですよね、直接は。で、ですね、なんでしょう。すべてのモデルに次世代真空管ニューチューブを搭載と、ブースターパワーバースト、真空管コンプレッサースムースインパクト、オーバードライブ、フューエルインジェクター、グラフィックエコライザーのトーンスカルプチャーという、ね、このギタリストに、ですね、筆形っていうの？筆形っていうんかな？ギタリストに筆形のエフェクトを網羅しています。前後に組み合わせたギターやエフェクター、そしてアンプの、特徴、持ち味ですね。アンプの持ち味を生かすエフェクターであり、シンプルで飽きのこない、自然にいつまでも弾いていたくなるようなペダルを実現しましたと。何々系とはカテゴライズされないボックスオリジナルのサウンドとして、YouTube を活用することで他には真似できない真空管らしい有機的な差運動を、試行錯誤や調整を繰り返してボイシングしたペダルシリーズですと。
新たにバッファー回路、広いんですよね。新たに開発されたバッファー回路、エフェクトオンオフの時にバッファー回路にもこだわりました。 YouTube の良さを生かすためには、ギターからの最初の入り口となる初段に良質なバッファーが必要でした。まあ今も必要です。そのため今回新たに専用のバッファー回路を開発、エフェクトオフ時には、バッファードバイパスでありながら3メートルのシールドをアンプに直接プラグインした時のような自然なレスポンスと軽やかな弾き心地を、実現しています。またエフェクトオン時においてもバッファーの特性は生かされており、 YouTube ならではのコンプレッションと組み合わせて、軽やかで弾きやすくニュアンスを生かした演奏ができますと。できるらしいです。でもできそう。てかボックスって本当に何でしょうね、値段以上の価値がある、もの多すぎますよね。サウンドをイメージしたエッチングデザインということでですね、確かにこのねデザイン、これデザインがまたいいんすよね。デザインとこのなんていうんですかね、絶対この触った感じのちょいひんやり、ちょいひんやりするじゃないですか、こういうのってちょいひんやりの指紋つかない系じゃないですか。あ、指紋つくんかな。でもあのなんていうんですかね、サテンっぽい感じの金属じゃないですか。この感じすごい好き。アルミ削り出しっぽい感じっていうんですかね。このデザインはすごいいいんすよね。今回の筐体はそれぞれのエフェクターのデザインをイメージしたサウンドのエッチングを、トップパネルに施しています。エフェクターボード、エフェクターは、ボードに入れた時の、エフェクターはボードに入れた時のかっこよさもエフェクターを選ぶポイント。有機的なサウンドを施したバルブエナジーシリーズはボードの中をクールに彩るでしょうという話ですよ。でまあこのね、前回ちょっと見ていきましたけれども、ちょっと今回もですね軽く触れていきたいと思います。まあですね、こちらはオーバードライブですね。オーバードライブ、ていうかこれって前出てなかった？もうこれ本当に新製品本当に新製品な。なんか1月ぐらいに触れたんでてっきり売ってると思ってました。もうで、音の粘りを引き出す。でもこれいいなと思ったんですよ。でもね、これね、2万3000円ぐらいするんですけれども、まあ、ぶっちゃけ EP ブースターより高いんですよ。なんで、どちらに価値を置くかって感じですね。エキゾチックに足元にエキゾチックがある方がテンション上がるって方は、エキゾチックでいいと思いますし、まあ、音で、うん、でも、こっちの方がなんかな、音いい気がするな、なんか音良くしてくれそう。音を整えてくれそう、いい感じに。そうですね。なんかでもこのビッシャーになってるのが、これが音にどう反映されてるのかわかんないんですけれども、でこのスムースインパクトですね。これコンプレッサーなんですけれども、こういうのもいいですよね。ヴィンテージモードとナチュラルモードとサグ、この真空管っぽい感じを加えられるということでですね、まあほぼプリアンプっぽい感じにもなるんじゃないんかなって思うんですよ。てか今回基本的にプリアンプっぽいラインナップですよね。こう見るとオーバードライブっぽい、まあプリアンプっぽいオーバードライブと、あとまあプリアンプじゃないですか、こういうのって。もうでこれもプリアンプっぽい使い方もできそうじゃないですか。なんかドラム取りとかに活かせそう。すごい、これとかそうですし、これとかもなんかていうか基本的に全部なんていうんですかね、ギター以外にもいけそう。エンジニアが喜びそう。エンジニアが喜びそうですね。まあ音を聞いてなんですけれども、これが2万3000円に入るんやったら全然いいやんっていうエンジニアさんが出てきそう、そのうち。そうですね、バルブエナジーシリーズの、このバッファーがね、また良さそうなんですよね。あとこれがいいですよね。3メートルのシールドをアンプに直接差し込んだ自然なレスポンスと軽い感触を提供しますという、この3メートルっていうところにやっぱ近すぎてもダメなんですよ、不思議とね。でも遠すぎるとダメなんですよ。まあその3メーターから5メーターの間じゃないですか、人が好きなのって。私はですね、まあ昔は 4.5 メーターぐらい、 4.5 メーターがいいなと思ってですね、なんか本当何時なんでしょうね、こうシールドをちょっと切ってで音を取ってみたいなことをやっててですね、昔ちょっと切って音を取ってハンダ付けして刺してみたいな。で結局 4.5 メーターが一番良かったのかな。なんか3メーターと5メーター比べてなんかもうちょっと間がいいなみたいな思ってたんですよ。まあでもシールドにもよるんですけれども、そうですね、 4.5 メーターがいいなと思って、なんかほんと何してた、あの時何してたやろでですね、まあこの3メーターっていうところにまた良さを感じますよね。ハイファイすぎず、ローファイすぎずというか、まあ、その、遠くなりすぎずというところに良さを感じると思います。でですね、
そうですね。いいな、いいな、いいな。ちょっと聞けるんや、これ。Hey, this is Kenny from Vox, and today I would like to walk you through distortion and saturation. The three modes allow you to choose which frequency.むずいっすね。やっぱりそのダイナミックス系っていうのをですね、このネットで聞くっていうのは非常に難しいんですよね。その何て言いますかね、あと YouTube ってこう自分がやってて思ったんですけれども、それをスピーチとして認識されるのか音楽として認識されるのかっていうのがあるんですよ。そこがですねまだ難しくて、それでラウドネス値がなんか結構ランダムで、何回かやっていればその音楽として認識されたりしますし、何回かやってもスピーチとしてしか認識されなかったりもしますし、なんかですね YouTube のこのラウドネス値って難しいですよ。なんでですね YouTube で結構いい音を出すって結構難しいんですよね。まあでもいいっすね。そのこれなんか良さそうな感じしました。ナチュラルに太く、ナチュラルに太くしてくれる系が多い感じがするかな。このスムースインパクトもね、良さそうな気しますし、トーンスカルプチャーもですね、まあイコライザーね、ほんとつなぐだけで劣化激しいんですけど、本当はね、このだってもう何個もつもりあるわけじゃないですか。こういう系って、パーツ的に考えてもやっぱり、なんていうんですかね、劣化しちゃうんですよ、結構、原音が。そこをこうどうクリアにしてくれてきてるのかなっていうところがポイントなんですけれども、なんかボックスだとその辺結構安心できますよね。まああと EQ 一つ、こういうコンパクトのタイプの EQ 持ってると、適当に箱にあるアンプのセンドリターンにつないで、ドンシャリから結構ミッドレンジのある感じからできるんですよ。実はできたりするんですよ。なんでですね、一つ持っておくと EQ ですね。結構箱の回しは、まあでも今はね、もうそんなマルチエフェクター使ってやったらいいんであれなんですけれども、昔はですね、私、そのセンドリターンとかにつないで、EQ でドンシャリにしてとかやってましたね。で、なんかこう、7弦のヘビーな感じの、で、かといって出すぎるロー部分をカットしてとかですね、やってたんですけれども、まあ、あの時もあの時で良かったんですよ。まあ、それを今やってもいいかなと思った時に、結構もし選ぶならこの EQ、ああ、でもそうかな、まあこの EQ かエンプレスのやつでしょうね。でも、エンプレスとボックスが比べられるっていうのも、ほんと大したもんですけどね。っていうか、まあ、そうですね。でも、値段がそこまで別に安いわけじゃないですよ。これ23,980円なんですけれども、まあ、このシリーズですね。そうですね。このシリーズ、確か基本的に23,980円なんですけれども、まあ、高いって取られると高いですよね。高いって取っちゃうとちょっと高いんですけど、出てくるかな。他のもの、出てきますね。こんな中でエンプレスっていくらなの？あ、全然違うね。やっぱりエンプレス。あ、これとかね、すごい良かったな。あとまあ、コンプもね。まあ、倍するんですね。倍するんだったら。いやー、際どいとこっすね。あ、これっすよ、今使ってる。これね、これを使ってるんですけど。まあこれいいですよ、普通に。ジャンル選ばないですね。このですね、サイドの、あれなんですよね。あ、ここに載ってないな。サイドのですね、つまみで、明るい音からちょっと暗い音にもできるんですよ。そこがですね、結構おすすめポイントっすね。って感じですかね。なんでですね、まあ倍するので、これもコンプですけれども、危ない、お気に入り追加するとこやった。倍するので、そこをどう考慮するかなんですけれども、どっちの方がテンション上がるかで考えた方がいいかもしれないですね。足元にエンプレスがあった方がテンションが上がる方は、エンプレスでもいいと思いますし、でもボックスがあった方がテンション上がる方は、ボックスでいいと思いますし、でもまあ、ルックスはかっこいいので、そうですね、ルックスはこっちの方が好きな人、今っぽいじゃないですか。今っぽいっていうかもう、次世代行ってる感じするじゃないですか。次世代行ってる感じするんで。まあでもかっこいいですけどね、これいいなって思いますわ。
でもやっぱり日本人なんでね、そんなもう見た目とかボックスとエンプレスですよ。だってやっぱ日本人なんでしょうね、ブランド気にしちゃうのって。まあでも今やったらそうやな。でもセンドリターンにも使えるんかな。ちょっと買ってその辺遊んでみようのわかんないんですけれども、まああとあれですね、ベーシストが喜びそうですね、今回のこのセカンドジェネレーションは。特にベーシストが喜びそうな。だからまあベーシスト兼エンジニアとかの方と楽器屋に行って、これちょっと面白そうじゃないですかって言って、なんかこうね、試してもらうっていうのがですね、一番いいかもしれないですね。そうじゃないとちょっとわかんないですね。はい、というわけでですね、本日はですね、ボックスのセカンドジェネレーションを見ていきましたけれども、まあ今回はちょっとギター特化ではなさそうな、ギター以外にも使ってもいきそうな感じがしております。でですね、なんて言うんですかね、例えばですけれども、ドライオンで取っておいて、あとでリアンプする際にですね、ループにこういったものをつないでリアンプしてもよろしいんじゃないでしょうかね。そうすると結構なんかいい音になりそうな気もするんですけれども、まあそうするとまあまたまあ手間でね、手間が増えるのであれなんですが、なんかよりくっきりと立体的な音になりそうな気がする。だからそういった意味でも結構ありかもな。なんか結構買ったら買ったで使いそうな気がします。まあでもギター特化じゃ、ギター以外にも使えるっていうのも非常に大きいので、そこがですね、私大きいポイントだなと思っておりまして、やっぱギターだけのものってやっぱりですね、そのうち飽きちゃうというかですね、なるんですよなるんですよ、そのまあクワッドコーテックスもギター以外も使えるのでいいなと思って買ったんですけれども、やっぱギター以外も使える汎用性が高いものの方がですね、荷物が少なくて済むんですよね。そこがですね、いいポイントだと思います。というわけでですね、本日の動画よろしければぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。あとですね、 X と Instagram の方もやらせていただいておりますので、ぜひとも合わせてフォローの方もよろしくお願いいたします。それではですね、次の動画でお会いしましょうということでですね、見ていきましたけれども、普通に結構もし、あーでも高いな、高いかもしれん。ボックスって考えたら高いんかな。でも音で選んだら2万3000円というか2万4000円はありなんですけれども、ボックスっていうところで見たらちょっと高いかなっていう感じがします。まあそこはね、日本人なんでそう思っちゃうんでしょうね。でエンプレスって考えたら4万とエンプレスっていうのであるじゃないですか。だからそこがね、本当に良くないところ、自分でも思いますし、良くないところだなと。かといってだって音楽って目に見えないじゃないですか。目に見えないものに対して目に見えるところを重視するのかって言ったらですね、重視しちゃうんですよ重視しちゃう、そこがね、また不思議なところなんですよね、やっぱり。だそこね、本当ありますよね。だエピフォンのインドネシア製のやつすごい良さそうですし、あとフェンダーもですね、メキシコって安いけれども音めちゃめちゃいいじゃないですか。もうネットで聞いてぶっちゃけ一番いいじゃないですか、 USA とかで。ジャパンとか、ジャパンもいいんです。 USA ももちろんいいんですよ。 USA ももちろんいいですし、ジャパンももちろんいいんですけれども、なんて言うんでしょう、ギター、うわこれギターのかっこよさが詰まってるやんっていうのはぶっちゃけメキシコだと思うんですよ、フェンダーはね。って言った時にですね、そこで音を取れるのか、はたまたブランドを取るのか、ほんと音とブランドのバランスって難しいですよね。なんか年々思いますわ。全然それだけですね、それだけでした。なんでですね、皆様もどちらで選ぶのかですね、本当に。どちらで選ぶんでしょうね、皆様は。